2024年8月18日、親愛なる読者の皆様、私たちは世界の大部分が霊的に眠っている集団の偽りの創造物に溺れているように見えるこの時に、愛と励ましを込めてこのメッセージをお届けします。すべての人が世界の創造主であることを決して忘れないでください。なぜなら、すべての人は唯一の創造的現実、つまり神、神の意識、源、またはあなたがそれを何と呼ぼうと、息、呼吸している表現だからです。地球の集合意識は、非常に長い間、三次元の信念体系を創造、維持、及び維持してきましたが、ますます多くの個人が真実に目覚めるにつれて、徐々に啓発され、その結果、世界は真実と一体性のアイデアにさらにアクセスできるようになると同時に、地球のエネルギーを新しい、より高いレベルに移行させます。これがアセンションのプロセスです。昔、マスターティーチャーであるイエスは、私は道であり、真実であり、光であると言いました。しかし、当時も今も、ほとんどの啓発されていない意識は、イエスが自分自身、個人的に道であり、真実であり、光であることを語っていると信じていました。私は神の名前であり、神が持つ、または持つことができる唯一の名前です。なぜなら、それは全ての人の真のアイデンティティだからです。マスターイエスや、他の多くのスピリチュアルマスターは、時を経て、私は人間を指すのではなく、むしろ全ての人の真の私のアイデンティティであり、彼ら自身と他の全ての表現としての私の完全性を無限に支配し、維持し、持続するものであると説明しようとしました。ほとんどの人は二元性、分離、二つの力の信念に満ちた意識から分離した自分の個人的な世界を作り出すことで、自分の神聖な自己の支配的な性質をブロックしているため、まだその性質を体験できていません。形而上学とは、儀式や儀礼、祈り、儀式、道具などを通して悪いイメージを良いイメージに変えることであり、神秘主義とは、何も変える必要がないという認識です。私はあるという意識で生きる人が神秘主義者です。ほとんどの人は、神秘主義者というと、遠く離れたところに一人で暮らし、24時間365日瞑想している人だと考えています。このイメージは、他の多くの概念と同様に、神からの分離という信念に基づいた非常に限定された三次元の精神性の解釈を表しています。神がすでに完全に内に存在しているのであれば、聖地を探したり、グルに従ったり、儀礼や儀式を行ったりする必要がどこにあるでしょうか。神がいるところに、神を求める方が理にかなっているのではないでしょうか。すべての人は一体性の意識で生きるとき、神秘的な生活を送る神秘主義者です。神秘主義者は仕事に行き、床を履き、夕食を作り、洗濯をし、教え、看護し、コンピューターを修理し、ゴミを運び出します。神秘家は自分が誰であるかを単に知っていて、それを実践しています。多くの人にこれまで知られ、受け入れられてきた世界。世界は一般に、二元性、恐怖、そして神、人々、その他の生命体から切り離された自己意識を促進し続けています。人間関係は、すべての人がカップルの半分であり、知性は一部の人に限られ、他の人には限られず、特定の人々は他の人よりも優れ、賢く、より権利があり、これを食べるがあれは食べず、これをするがあれはせず、見た目や服装はこのようにし、これだけのお金を持っている、などなど、という、集団から昼夜を問わずあなたに流れてくる、受け入れるか拒否するかの無限の偽りの提案に、今を見つめ、注意を払い、気づいていてください。
集団の内容は全ての人に公開されていますが、何を受け入れ、それに同調するかを選択できるのはあなただけです。二元性、分離、二つの力を信じる人が世界に一人だけ残っていたとしても、意識は一つしかないので、すべての人がその世界にアクセスできます。ほとんどの人が何百もの生涯を生きることで経験し、受け入れるようになった世界、すべての人が過去からの古いエネルギーを蓄積し、持ち続けています。個人が新しい地球のより高い周波数に同調するためには、これらのエネルギーをクリアする必要があり、それが物理的、感情的、精神的、霊的に現れることがよくあります。だからこそ、霊的に目覚めている人々でさえ、多くの人が今、人生において厄介な問題を経験しているのです。あなたは、蝶として再び現れる前に、眉の中で完全に溶けなければならない青虫のように、本当の自分へと変貌しつつあります。多くの人が予期せず振り出しに戻り、古くて馴染みのあるものはすべてなくなり、肉体的、感情的、精神的、霊的にトラウマとなる心の空虚さを感じています。これがあなたの経験である、または、経験していた場合、あなたのアセンションプロセスのこの段階は必要でしたが、一時的なものであることを知ってください。抵抗するのではなく、むしろ経験から教訓を見つけてください。準備ができた時にのみ、あなたの工事の事故が必要なものをもたらすことを決して忘れないでください。プロセスを受け入れてください。あなたの旅の一部であった外面的なものを癒したり、変えたり、修正したりしようとする継続的な試みに集中するのではなく、むしろそれらがもたらす教訓を見つけ、すべてが神の計画に従って進んでいることを信頼してください。過去を懐かしんだり、想像上の未来を期待したりすることなく、最高の正しさの感覚で今この瞬間を生きてください。どんな経験や状況に陥っても、あなたは真の自己、つまり、神、個別化された神聖な意識から、決して切り離されないことを忘れないでください。私たちはアルクトゥルスグループです。